とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロラジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新、来ましたね。今回、25回です。21回ぐらいが良かったけども、まあ、マシでしょう。行きます。ここか。クールダウン付き。これを一番最後まで使っていける可能性はありますね。難しいのかい今回は。どうだ、おー、嫌なの来るね。最初から嫌なやつが出てくる。もう食らうしかない、それは。ちょっとひでえな、これ、本当に。ちょっと待て、どこにいんの。なるほどね、あっちか。わかった。すごいね、今回も。序盤が結構厳しいかも。うわ、ジオマンサー多いな。こりゃ戦いにくいわ。よし、おいるね。え、全部で何体ぐらいいた、ジオマンサー。6体か7体ぐらいいたでしょ。まあとりあえずこれでおしまいですね。はい、一回クリア。なかなか厳しいかも。お、ドラボーンクラブ両方欲しい。ドラかな。唯一無二だもんね、これは。で、次。はい。オッケー。ちょっと食らってるし。最初からこの感じはちょっとやだな。よし、すごいねすっげえな。よっしゃ、おい、すげえすげえ。よっしゃ、終わりか。これボーンクラブ取った方がいいかな。ボーンクラブだったら多分楽勝だったはず。いりませんかね。雷の杖もちょっと気になるところ。持っていけ、一応ね、ボス用に。たまるか分からんけど、ソウルが。で、3階がここか。ちょっと待ってもうすでに敵の耐久力が結構ある。若干倒しにくくなってる。はいはい。でもそんなに数もいないし、攻撃も避けやすいんで大丈夫かな。まあ面倒くさくはある。3回クリア。次行こう。何出る。バーストクロスいいじゃんね。バーストクロスしましょう。で、ここか。あぶな。すごいね、クリーパーの数よ今回。多分全部の階にクリーパーがいるとかそういう感じじゃないの。結構やばいシーズンかもしれません、それだったらね。よし、終わり。終わりだね。はい、4階クリア。クリーパーすごい。星夜取るか。エンチャントなんか入れる。そうね、一応ちょっとずつ入れとこうか。クリーパー出ないよここで、こんな狭いところで。いや、出そう。出るね、やっぱり。おい、終わりかい。5回そうでもない。
あーゴーレムか。でもこの構成だったらね、取らないときます。キノコ出るかな、どうだろうね。キノコが出たらちょっと嬉しい。おーいって、本当に今回本当あれだ、クリーパーがずっと出続けるかもしれない。はい、あでもこれこのまんまでもいいよね。このままだったら、反逆者で攻撃速度上がるんで使いやすいか。おしまい、これで6回クリア。いいかな、バトルローブも若干いいかなと思うんだけど、変えるか。バトルローブの、雪玉にしていきましょう。うん、ポイントもちょうどね6溜まってたんでいいんじゃないの。もともとクールダウン入ってる、これはやっぱり優秀。ここはさすがにクリーパー出ないよね。出る、終わり。出ないステージもある。うん、でもこれぐらいサクサク進んでくれると嬉しい。いらんかな、ビーストバーストあれば持っていってもよかったけど、ちょっとビーストバースト今まであったかどうかはちょっと確認しきれてない。当たってねえか。よっしゃ、 OK。 おうおう、あ普通に倒せる。いやここは意外と敵が出る、こんな出なくていいんだけど。よし、オッケー、矢が出てきてくれると嬉しい。意外といるな。もっとまとめてね、サクッと倒して終わりっていうのが一番ベストなんですけど、そうもいかないか。8回クリア。まあでも25回だからね今回は。はい、おー、こっちがいいじゃん、こっちがいいじゃないか。あー取らなくてよかったな。あーうん、そうだ、取らなくてよかった。でパワー星寄るかな。ボスだったら、うーん、雷の杖っていう手もある。ボス次第ね、これ。まあ、うん、これはクールダウンの方が好きかな。行きましょう。雷の杖が多分3発は打てるだろうから、ドラを入れてちょっと打ち込んでいきましょう。1体、ああ OK、 終わり。え、まだいる、あそこ。はい、うんうん、雷の杖良かったね、正解だった。でももうパワーがあんまり足りてないんで、いらないっちゃいらないね。ブラブラブラ、うん、地雷です、地雷持っていきます。一応ね、うん、ダメージすごいから。おーい、あでもいいね、うん、パワー上げたから敵ワッシュワッシュ倒していける。 OK、 終わり。いや、もう終わりだね。11回クリア。次、そろそろ折り返しです。パワーシェイカーに変えよう。あとあと、まあ、なんかね、ソウル系が出てきても、一応使いやすくはしてるね。
いいね、商談がいい感じ。よし、いいんじゃない。これ凍結にものすごい弱い。そうだったね。よし、こちらはいない。あ、いるね。こういうやつがいるとクリアが遅くなるからめんどくさい。うん、バーストクロスいい感じ。あれ、あー、いたね。オッケー、終わり。12回クリア。あー、でまたバーストクロスか。あ、釣りざおもあるね今回。パワー上げるか。長弾ついてないけど、まあいいでしょう、何もなしで。いいか。ちょっと待って、クールダウン入れよう。はい、一応クールダウンを多めに入れとけばいろいろ使いやすくはなるよね。はい、終わり。もうちょい入れるっしょ、やっぱりね。ちょい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 、ナイス、いい感じ。まだ来るか。よし、下に結構、多分ネクロがいるんだな。ネクロいるんじゃない。あ、違うか。よし、終わりか。はい、13回終わり。ネクロマンサー来るけどそんな問題でもない。これはいらないかな。次、変なの出てくるなよ。よし、オッケー、いいんじゃない。いいよ、蜂も意外と発動してくれていい感じじゃん。終わり。こっち動いてこんな。終わり。はい、14回クリア。次いきまーす。いらんかな。うん、意外とパワーは全部追いついてるんで全然いけるでしょう。タワーレイス、はい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 。嫌な敵は結構いる。あ、でもなんかクリーパーはもう出なくなったね。クリーパーはもうあんまり出てきてない。序盤だけだったか。あと残り10回です。で2回商人がいるんでもうちょっとだな。あ、ここで雷の杖がまた出るか。持っていこうかな。地雷はそんないらんね。これでいきます。でどっち、ユニーク、あ、ユニークならば傭兵入れましょう。反逆者、近接がだいぶ使いやすくなるんじゃない。でボスかな。あ、ボスだ。ちょっとエンチャント見てみましょう。あんまりいいのはないね。こんな感じでいいか。何が来る。雷の杖も4発ぐらいは使えそうね。いきまーす。オッケー。おい。
あ、今回雷の杖すごい強いよ。すっげえ使える。アップドラフトいいね。あ、エンチャンターの人。おー、これ意外、全部いいな。ちょっと待って、パワーシェイク。あー、ならアップドラフト変えようかな。うん。まだボスでは雷の杖使えそうなので、そのまま持っとこう。で、雑魚戦はね、アップドラフトすごい使えるんで。それはそれでいい。よし。いいんじゃない？めちゃくちゃいいよ。あ、間違えた。間違えた。よし。めちゃいい感じ。今回装備結構選び放題で戦いやすいかも。よし、 OK。 なんかもう負ける気はしないね。終わりでしょう。18回クリア。次、そんな難易度高くないね。武器変えようか。うん、武器変えていきます。で、虚無と、まあ、とりあえず虚無だけでいいや。旋風もね、ボス戦でこう密着して戦うならいいけど、雑魚戦での旋風はちょっとイマイチなんだよな。うん、 OK。いいね、反逆者との相性やっぱいい。いや、速度アップがついてる全然違うわ。 OK、 終わりか。いや、まだだよね。はい、ちょっと待って、エンダーマインですかね。そんなわけねえか。まだいる。うわ、すごい。終わり？いや、まだ。あ、結構後々いっぱい出てくるわ。でも俺終わりでしょ。19回クリアー。なるほどね。魂のサイズの釣り竿でも面白そう。いりません。で、ここか。終盤ちょっと嫌なステージが来るか。よし、もう嫌な敵来るな。下にもいる。嘘でしょ、まだ来んの。いや、出るな敵が。敵結構出るわ。うわ、すごいすごい、数多い数多い。上に結構いる。どうや、あと1体。はい、20回クリア。敵が多い。いらんかな。あ、ハープンいいね。うん、これハープン結構ダメージ出そう。エンチャント入れていきます。こんな感じでいいか。まあボスの時には旋風ちょっと入れようか。違う武器がなければ。うん、できればなんかもう1段階強いやつが出てきてくれれば嬉しいかな。お、クリーパー注意っぽい。だよね。
こ危なそうと思ったら危なかった。あっぶね。よっしゃ終わり。まあまあ一気に出てきて一気に終わる、このタイプが結構好きだな。次、あーでここでもドラがあんのか。まあいらないけど、うん、ドラのパワーはそう大したことないもんね。よし OK、 意外と出るな。クリーパーが多いね。いやまだ出るの、まだ多い多い、もう出たんでしょ。よし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  OK、 ちょっとは減らしたかな。おいすごいね、雷の杖使うか。ラビじゃめんどくせえな。 OK、倒せないんかい。よし OK、 こっちは、こっち全然いないじゃん、なんだこの差は。よしいいね、終わり。まだ残ってた。はい22回クリア。次、地雷のダメージ結構ね重要かもな。4万ダメージいいか、うん、雷の杖でちょっと様子見よう。4万の2倍で、おお、これ結構、もしかするとボスは地雷が重要になるかもしれん、もしかするとね。でもこの感じでいくと多分慣れてくれば20分ぐらいでクリアできるんじゃない。おい、なるほど。はい、いいんじゃない。ねえ、ハープーンの長弾強いわ。よし、これでおし、おわ、まだいる。あぶね。でもこれでおしまいでしょう。で24回が商人で25回ボスね。なるほど、あーいいかな、うん、いいです。ソーブレードもありかなと思うんだけど、いいや。あ、エンチャント入れとかないともったいねえな。旋風これでいきます。108、何がついた。おお、追い打ち、いいんじゃない。いいエンチャがついてくれた、よかったよかった、天平数じゃなかった。でも邪悪なレイスか、やめろよ、邪悪なレイスだけやめて。おお、なるほど久しぶり見たね、久しぶり見たな。雑魚からね。あーごめんごめんちょっと待って、ちょっとズルしようとした、うん、楽しようとした。そのまま倒します。うん、まずは雑魚だもんね。ちょっと食らうなって、やばいやべえ、
よし、オッケー、いいんじゃない。あ、やばい、やべえ、毒で死ぬ。あ、よかった。やばやば、あぶねえ、若干ピンチだったわ。はい、25回クリアです。あぶねえ、報酬見て終わります。おお、勇者いいよ。あー、クリーチ、ヒョムさん、なんだ、無謀かなー。あー、最後の叫びいらない。はい、ということで、初見攻略でしたけども、まあ今シーズンそんな難しくはありません。うん、多分、しっかりと攻略やっていけば20分ちょっと、21分とかそれぐらいでいけるんじゃないですか。うん、まあ、ちょっとそれも頑張ってみたいと思います。チェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。